はい、ハンマ家の本家の本物の貴族のハンマ岩尾先生です。人間はね、低能力生物なんですけれども、私は人間の上の生物なんですけども、バカにするんじゃなくてね、まあ人間は一生懸命生きております。んでね、私はね、宇宙生物が頭がいいのがいるんで、そういうね、できた知能ですね、宇宙生物からできた知能の高いもので話したり聞いたりよくしております。人間の話は実際上は全く生まれてからもう何億年も何百億年も前から何も聞いておりません。無能です。で、宇宙生物から聞いて人間が話すということは聞きますね。人間の話、人間からの話じゃないんですね。で、どこ人間が作って動いて危ないものができて、できたりしますから、それは人間に聞きますよね。私はね、知能が高い内容の話しか聞けないんですね。で、低い内容ね、私の方の対抗者も強いんで、私が死んでしまうわけですね。だから知識はいつも高く、そうですね、しっかりした内容のものしか聞けないんで、それを聞いてないと殺されてしまうんでね。対抗者は宇宙に人間よりか強い対抗者がいるんでね、それに対抗できる知能がないと、栄えないと生きていけないわけですね。それで、宇宙生物の高い知能の生物と話を聞いたり討論とかするわけです。ほとんど宇宙生物だけですね。人間とは全く話さないですね。宇宙生物、知能の高いのが動かして人間を話させるとか、人間が、知能が高く見えるんで、上の高い生物の話から話すということはありますね。また人間は団体結集すると知能はまた同等ぐらいになりますから、自分たちと同じような生物まで宇宙一体一緒になってね、頭使えば人間は一人でも高い知能を持ちます。で、対等にも話せますけど、人間自身、一人としては全然全く無能で、700年後分かったりとかね、1000年後生きてませんけども、人間はね、で分かったこととして話します。そういうことでね、間違ったらいけないわけです。それで人間の話は非常に低いんで、バカにしてるわけじゃないんですよね。で、死ぬことになります。人間の話を聞いてるとね、何でもね、で間違いが多く、そして嘘も入ることも多いですね。で、騙しもします。人間は非常に多い、原始的ですからね。で、で、まあ今のエレクトロニクスじゃなくても、一般の数学でも、私が生まれるために宇宙生物からね、私用に作った学問なんですね。私がここから地球で生まれて来なければ、今のような数学とか物理とか科学とかいう教科書はありません。私が用意したものなんですね。自分自身勉強するのにやられてね。前説に説明しましたけれども、地球と太陽は生まれる前に一回殺されております。私はね。それで復帰してきてるわけです。で、で、
宇宙生物というのは大事なんですね。非常に大事なんです。で、人間よりかもっと悪いのもいますし、人間よりか頭のいいのがいます。で、人間は宇宙生物に勝てない生物がたくさん多くいます、人間の場合はね。で、それでね、無能になります。勝てない上の生物がいますから、人間操作しますから無能になるわけですよ。宇宙全体でね、生きてますからね。で、ですから、そうですね、とにかく大事なのはその宇宙生物で、ただバクテリアみたいなもの、宇宙生物でも まとまると知能が高くなるんですよね。ね。それで、その例えば、低生物だからといって、安易に攻撃したりすると、その全体もかかってくることがあるわけです。そうしますと大変なことになるわけですね。で、大事なのはそうですね、そうですね、まあ実際人間は話したり聞いたりしているようですけれども、全く聞いたり話したりすることができません。で、意味のないようなことをねとか、交互に学習してこのパターンの内容はね、例えば何か作るものの方法とかね、そういう話とかね、あんまりこうーんと広くなって、広くまたねガチガチ話すと間違いになりますね。で、全部